どうもそうです。新しいね iPhone が届きました、ね、Amazon で買ったんですけど、ビッグカメラ .com になってますね。ビッグカメラ .com になって、まあ、ソロマップで届いたんですよね。ソロマップで届いたんですよ。ソロマップが Amazon に出してるのを買ったら、なんかそういいんですよ。これ段ボールはいいんですけど、あのメールが届いたんですよ。メールがね、ソロマップからメールが届いたから、何それもうソロマップなんて10年ぐらい経ってないからさ、なんかアカウント悪用とかされたんかなと思ったら、ああアマゾンで買ったのソロマップだったのね、ということで届きました。え、iPhone 中古です。中古の iPhone、 中古の iPhone、 ドル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 、えででででで、ドル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 、はい、届きました。 iPhone7 iPhone7 おお、いいじゃんこれ、すごい綺麗、綺麗ですね。ちょっと高めなんですよこれ、25,000円ですからね。ものによっちゃ2万ぐらいがあるんですよね。まあ、 あのソフトバンクのやつだと2万円で、黒のとかあったんですけど、ちょい高めの2万5000円なんですよ。すごいいいですね。初めて売りやすいんだけど、もうボタンもカチカチしないし、ね、あ、特に言うことはないんですけど、電源入らず、いや入んね、電池ないですからねこれ。てかケーブルないじゃんこれ、ケーブルケーブルないから充電できなくね。 iPhone 初めて買った人どうすんの。それとりあえずぶっ刺してみます。ということで、あれ、ぶっ刺しても反応ないんだけど、大丈夫この iPhone。 大丈夫なのこの iPhone、 この iPhone 大丈夫。なんか違うんだっけ iPhone7 って。 iPhone7 の強制作業ってどうやってやるんだっけ。ああ、電池がないんだ、すごい、電池ない状態で送られてきました。ということで、25,000円の iPhone ね、これ母ちゃん用です。母ちゃん今ね、すごいですよ、 iPhone6S 使ってるんで。サイちゃんの iPhone、 サイちゃんも iPhone 使ってるんですけど、サイちゃんの iPhone は iPhone6 です。 iPhone6 とかってケース共通なのかな。私全然 iPhone 使ってないんですけど、一時期っていうか、あのラーメンのアプリだけかな、ラーメンのアプリがあの iPhone しかないんで iPhone 使ってるんですけど、最近ラーメン食ってない最近ラーメン食ってないんで、あんま出番ない。おならじゃないよ、おならじゃないの、ね、そんなとこですね。特に語ることもない、語ることもない状態です。あ、ちなみに 128GB ですね。 128GB シルバー au6解除の iPhone ですね。そうだよね、ちょっと前まではさ、なんかさ、 au 版とかソフトバンク版とかドコモ版とかいろいろあったけどさ、で、あのドコモ版が一番高いんです。一番安いのソフトバンク版、使える格安 SIM の種類とかであれなんですけど、今はもう SIM ロック解除がある当たり前だから、別に出自デジキャラットなんてあんま関係ないっすよ。元がドコモだろうが au だろうがソフトバンクだろうが、ロック解除されてれば一緒だから、これ au 版とか書く必要ないよそもそもね。だって SIM ロック解除されてるから意味ないもん。でも昔のやつって多分 SIM6 解除できなかったでしょ。 6S かなんかどっちかがくらいからだよね、6解除できる、うんうん、はい、どんなとこですみません。特に何もなかったような、なかったような、電源も入らなかったような。ただし、7って、ね、最初はあれなんですよ、 SE を買おうと思ったんですよ。10万円入ったら SE を買おうかなと思ったんですけど、ね、だってさ、そんな高いものなんて10万円入った時じゃ買えないじゃないですか。ただちょっと予算の関係上予算の都合上ちょっと7になります。8にあんま売ってなかったな。8はあんま売ってなかった。7が、まあ、7かなと。僕と7だと結構違うんですよね。防水になったり、ボタンがカチカチ言わなくなったりしたぐらいです。うん、まあね、電池がね、電池が持った方がいいんで、本当は SE が良かったんですけど、
金額的な問題で。いや、お金ないし、年金払ったら、年金払ったらもうお金がちょんぼりになる。あとはメガネもね、メガネも買いたいですからね。メガネもすげえ汚ね。なんか鼻のとこ汚くなるんだよ、ね。どこで。